山本周五郎、俺の女房。また余計なことをする。よしとくれよ。そんなところどうするのさ。そんなとこ男がいじるもんじゃないよ。だめだったら聞こえないのかね。あたしがせっかく片付けたのにめちゃくちゃになっちまうじゃないか。よしとくれよ。余計なことしないでくれってんだよ。その長屋の朝は。 こういうい叫び声で始まる。それは平野又五郎という絵師の家から聞こえるもので甲高い調子の素晴らしく滑らかな早口であるするとそれを合図にあちらでもこちらでも物音が聞こえ出す「お前さん大きな先生のところで始まったよ坊やもついでに起こしてね」「そらおいしさんの声が聞こえるよ」 のたのたしてないで薪きを割ってくれなくちゃ困るよ。平野さんとこでもう聞こえるよ。ぐずぐずしてちゃ間に合わないよ。さあみんな手っ取り早いとこ片付けておくれ。こういった具合で次第に路地打ちがにぎやかになりその日の生活が動き出すのである。しかし平野の家ではそれで終わったのではないまだ歳女のおいしの高声が続いている。 まるるででで中の一つにでも住んでいるような、隣近所に少しの遠慮もないパリパリとした叫び方で「俺の写生帳がないんだこの机の上へ置いたはずなんだが置いたはずならそこにあるはずじゃないか置いたところを探してみればいいじゃないかいつでもそうなんだからいや何がない何はどこへ置いたはずだないはずはない」。 滑ったの転んだのって置いたはずなら置いたところを探せばいいじゃないかいけないよそんなとこひっくり返しちゃだめだってばさそんなとこにありゃしないよ触っちゃ嫌だってのにね私がちゃんと片付けといたんだからひっかき回しちゃだめだよいけないってのに分かんないのかねこの人はここにあったじゃないかあればいいじゃないか あれば文句はないじゃないか。ここにあっただって、私が片付けといたんだもの、あるに決まってるじゃないか。机の上へ置いたはずだの、どうだの、こうだのって、ガーガーガー,ガーは騒ぐばかり、大げさに騒いで、そしちゃしまいに私に手数ばかりかけるんだ。いつかだっても。またごろは黙って部屋の中を眺めまわす。台所では、 おの甲高い叫びがひっきりなしにいつ果てるともなく続いている。不ぞろいな絵の道具、いじけたような安物の小机、角の欠けた茶箪笥、日よけ、炭取り、家具と言えるのはそれで全部だ。何度のふすまはもとより古くなった畳にさえ擦り切れたところに渋紙が貼ってある。 低い天井雨の染みた跡のあるはねた壁彼は眉をしかめため息をついてそして射精帳を懐に突っ込んで呆然と土間へ降りるどうするのさどこへ行くのさもうおつけができよってのにどうするんだよ出かけるならご飯を食べてったらいいじゃないか俺ならいい食べたくないんだ 食べたくないって食べないでどうするのさまた誰かと朝っぱらから飲むつもりかいああそれならそれでいいよいくらでも飲んでくれるがいいさあたしは知らないからさっさとお行きよだけど仕事のことはどうするんだいあわやの旦那が来たら何て言うのさいつもいつもまだできませんじゃあたしが挨拶に困るじゃないかなんてお返事をすればいいのさ 今度はなんとかはっきりしたことを言わなきゃいくらなんだって。又五郎は青い沈んだ顔つきで黙って路地を往来へと出て行った。晩秋の曇った朝でネズミ色の雲が面影に層をなして空一面をくまなく覆っていた。風は少しもないが気温はひどく下がり。 まるで雪でも降りそうに寒かった彼は江戸川の方へ歩いていた牛込の屋来下に友達の井上幸兵がいる無意識にそっちへ足が向いたのだがふと気づいて立ち止まりしばらく自分の足元を見守ったつまらない同じことだ同じことの繰り返しだ もうたくさんだ。こう口の中でつぶやき江戸川へ出るとそれに沿って関口の大洗い関まで歩いていったその辺りは人家も少なく田畑や林の広い展望と四季それぞれの自然の豊かな景物とで風流画人の間に知られていた又五郎は大洗い関から二三丁も神へ行き 川に近い秋草の中へ行って腰を下ろした「縁山癖早々。そうそう彼はこうつぶやき両手で抱えた膝の上へ神戸を垂れて深いため息を漏らした。平野又五郎は御家人の三男坊に生まれ小さい自分から絵が好きでいい養子の縁談があったのを断り 16歳の時加納信親の内門人に入ったそれで親たちとは絶縁ということになったが彼はもちろん承知の上で絵さえいて行ければ親も兄弟もいらない金も名声もいらないと思いあらゆるものを絵に打ち込んで勉強した信親はまだ北京にはなっていなかったがすでに加納派の長老であり 御絵師としても東西を圧する威勢を持っていた又五郎は初めから信親に手筋の良さを認められ十八の時には近常という号をもらって熟中の麒麟寺などと言われたお石はその頃加納家の駒使いで体は小さいし肩太りで不格好だし 薄あばたのある顔立ちも映えなかったが、気性が明るく動作もテきぱきして、粗こなところもあるが大変気端がきくため、信近の気に入りで、もっぱら工房関係のようをしていた。彼女がまた五郎に好意を持ち始めたのは、彼が近常の号をもらってからである。おいしは彼そのものより、 彼の手腕と将来に惚れ込んだらしい。お医師は彼に対する自分の気持ちを隠さなかった。持ち前のテキパキした開放的な性分で、彼にもあからさまに好意を示したし、他の門人や女中たちにも平気でそれを話した。あの人は男ぶりも悪かないけど、私男ぶりなんかに惚れたりしやしないよ。あの人はきっ と、今に名を挙げるうちの先生の上を越す絵師になると思うんだよ。それだから私は惚れたのさ。御殿絵師の家といえば格式があって武家と同じように礼儀作法がやかましい。召使いなども決して、こんな品の悪い言葉遣いはしないものであるが、碁石は平気でズケズケとまくし立てた。た 周りの者のには少子でもありずらにくい話であった。ちんちくりんで太っちょで器量も悪く品のないおいしなどがの納家の麒麟児とまで言われる近常をすでに自分のものかなんぞのように触れ回すこれは誰が考えてもバカバカしい独りよがりの妄想というほかはない。おいしさん祝言はいつするの ばいの女中たちはそんなふうに言いながら陰ではいいからかいものにしていたのであった又五郎は十三歳の時死の信近に背いて加納家を出た御殿絵師というもの,の生活も嫌になったし古臭い概念と菊の枠にはまりきった進歩も想像もない画風に飽き足らなくなったのである。 古典はもうたくさんだ。古典絵師は古典の草稿を牢するに過ぎない。絵とはもっと命の通った未知の誠を作り出すものだ。俺は俺の絵を描きたいように描く。彼はこう言って死の信近に背いた。彼は若かった。そして伝習に背くということに一種の誇りと喜びを感じた。 そのの気持ちが、また、たを妻ににするる。動機にもなったのである彼はお医師が自分に好意を持っていることもそれが加納家の人たちの物笑いになっていることもよく知っていたお医師に対する彼らの警部が彼の反抗する気持ちを煽りお医師を連れて出ることに一種の爽快な自負をさえ感じたのであった 小石川久方町のその裏長屋に家を持ってからもう7年余りの月日が経っている彼が出た後を追って島田圭之助松谷敬蔵、井上神兵という3人の門人も加納家から去り又五郎を中心に新しい画風を起こそうとして再出発することになった島田と井上は 貧乏な小旗本の子で定蔵は神田今川橋の松屋与兵という反物商の四男だったまたこれらの関係から新しい画風という魅力に惹かれて若い者が多く集まるようになり久方町の長屋の一間は昼も夜も客の絶え間がないほどにぎわった家を持って二年目くらいまではそんな風で 絵を頼むも,のも少なくなくかったし彼を取り巻いた新勢力がぐんぐん伸びるように見えたしかし2年目の秋彼が日本橋矢野倉の亀楼で画界を催した後情勢は全く逆転したのであるその画界では4種の三福椎となでしこを描いた二極屏風とが彼の自信のある作であった 古典や既成概念を切り捨て全く独自な手法と大胆不敵な構図とで島田や松屋や井上などはもちろん周りの青年たちは喝采し目を見張ったものであるがしかし瓦解は全く失敗であった招いた客も評判につられてきた客も一様に失望と反感を示した こそこそ耳打ちをしたり、皮肉に笑ったり、中には聞こえよがしに悪口を言ったりした。こういう会には、招いた客に洗面とか短冊などを席上で書いて配るのが例である。くだらない習慣だと思ったが、またごろうも初めての催しなので、その支度をしていたところ、これはと思う客は誰一人寄りつかない。 ざっと絵を見るとそのまま挨拶もせず逃げるように帰って行くものが多かった彼を最もひいきにしてくれる客に日本橋国庁の大きな乾物商であわや貨幣という人があるまだ加納にいた自分から彼の画風を愛し久方町へうちを持ってからもよく面倒を見てくれたその画界の時にも あわやが二極屏風と三福椎を買ってくれそれでようやく貝の費用を賄うことができたけれどさもなければ江戸を逃げ出さなければならなかったかもしれないこの失敗は決定的でそれ以来ガラガラと彼は落ち目になったあいつらには本当の絵の良さがわからない若い仲間はそう言って肩を上げた 又五郎は酒を飲み始め、若い仲間と議論したり有利へ入り浸ったり二十日も五十日も絵の具皿を乾かしたまま仕事に手を出さない日を送ったりした借金はかさむばかりだし絵を頼む者は次第に減るし取り巻いていた青年たちも一人二人と遠のくし生活は苦しく暗くなる一方であった。 島田ととと井上と松とは彼,を離れなかった彼らは又五郎の才能を信じその中に自分たちの道の開拓があると信じていた彼らは又五郎の絵を高く評価することで自分たちの野心の正しさを確かめ同時に一般の人の鑑識の低さと生命ある画家や 世にもてはやされる絵の貴族で低級なことを証明しようとしたしかし人間はいつも純粋でいることは難しい彼らは自分たちを信ずるあまり自分たちを受け入れようとしない世間に対して軽蔑と憎悪を感じ始めたあの時の瓦解の失敗が分かったよ あれは単に絵が理解できななかった,ためじゃない。加納家の手が回っていたんだ。井上康兵が確かな筋から聞いたとそう息巻いた時た五郎は冷ややかに笑った。なんだ今ごろやっと気がついたのか俺は初めから知っていた絵を頼む者がなくなったのも加納一派の作望なんだわかりきっているじゃないか。 こう言ってもう一度投げるように冷笑したお医師が遠慮もなく叫び散らすようになったのはその頃からのことだ彼女は初めての瓦解の時までは少しばかりどはずれなほど彼を愛し旗の者には見苦しいくらい彼を尊敬し彼が自分の夫であることを誇っただが 落ち目になると次第に変わりまるで手のひらを返すようにずけずけと無塩漁に振る舞い出した集まってくる友達はもう今では三人きりであるが彼らが来ると不機嫌になってお茶一ついい顔では出さない酒とでも言おうものなら途端にパリパリ叫び出すのである酒だってへっ平楽なこと言っちゃいけないよ こっちは晩に炊くお米がないんだよ。お前さんたちは暗らい寄ってりゃいいだろうけど私はおまんまがなきゃ飢え死にをしちゃうんだよ酒を買ってこいだってへ自分で行ってみたらいいだろう。賭けで売ってくれる店なんか隣町にもありゃしないんだから人並みなことを言うんならたまには人並みな仕事をするもんだ朝から晩までブラブラしていて ろくでもないことをガー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 しゃべってばかりいてそれで今日さまに愛すまないとも思わないのかい飲みたきゃ井戸端へ行って井戸替えをするほど飲むがいいお前さんなんか水でも飲んでりゃたくさんだよ又五郎はふと目をあげた枯れた草原のすぐ向こうに江戸川が緩やかにうねって流れている 枝の裸になったくぬぎのソリンが鋼色の冷たそうな水面に静かな影を落としている林の脇には葉の白茶ちゃけた竹藪がありその向こうの畑で一人の百姓が黙って疲れたような動作でゆっくりと畑の土を返しているのが見えた「ダメだあの絵もいけない」 彼はこうつぶやいてかぶりを振った。あわや貨幣だけは今でもさすがに以前ほど応用ではないけれどとにかく絵を注文してくれるしのっぴきならぬ場合にはいくらかの融通もしてくれる。彼はそのあわやの依頼で半年前から退伏にかかっていた。それは今彼が目の前に見ている江戸川と その右極する川に沿った林野における遊楽や農耕や労働者などのそれぞれの人間生活を描いたものだその構想は彼にとっては大きな意味を持っていたそこには新しい今後の道があるその絵が望むように描けたら今度こそ彼は本気で仕事に描かれるだろうだがいけない あれは何か抜けている。何かが足りない。咲いてしまおう。また五郎は苦しげにつぶやいた。写生をもとにして構図を練るのに五十日余り。それから白病だけでも十四五枚あった。これでよしとなって本式に書き出してから三月は経つ。もう五枚も保護にしているのだが、 今度こそと思った六枚目がまた行き詰まったどうもがいてもいけない全くあがきがつかないのである「やらいしたへ行こう酒だ」彼はうめくように言って立ち上がったやらいしたの井上のところには松屋抵蔵がいて 珍しくてんやものなどを並べて酒を飲んでいた。帝蔵が今川橋の家へ行って母親から金をもらってきたのだという。もったいないがだましよいと言ってねおふくろだけはありがたいもんですよ。おやじや兄貴と来た日には小言の百万遍を並べるだけでそれこそ百も出しゃしない。そこへ行くとおふくろは涙ぐむだけですからね。 涙ぐんでなけなしのへそくりを黙ってくれるんだいいもんですよそんな時ばかり褒めるやつさおふくろさんこそいい面の皮だ神戸がそう言って笑ったそれからい来下を出て島田の家へ行ったのがようやく昼ごろらしいその近所から飲み始めて暮れ方には柳橋の船宿にいた 神田川を目の下に見る2階座敷で、もうかなり酔っている三人を相手に例のごとくガロンをやり例のごとく熱を上げたのである大河がくだらねえのはもちろんだあんなものは遊びだ降臨だって遊びだみんな絵を逃げてる風がめかしだ本音とは別なところで風流とか 文などをてらってるんだそう何十遍となく言い古したことをまた言っている自分でそう思いながらそう思うことで逆に声を高くし言葉を激しく強くした「王挙なんて型じゃねえか型で書いてるだけじゃねえか偉そうに構えたって雪舟だってそうだ突き詰めて行けば」 みんな原型があるじゃないか。鎌倉期以前のものはいいよ。絵巻や絵師んぞには独特なものがある。土佐派のものにも随分独創的なものがある。近世でやや見られるものといえば、相達くらいしきゃいいやしねえ。あとは大抵模倣か遊びだ。そんなものは絵じゃねえ。絵というものには命が通っているはずだ。 何百千年後の人間にもピシッと命の通うものがなくちゃ本物の絵とは言えやしねえ命の通っているものを神戸が大きな声で言った。新しい本物の絵を俺たちの手で風俗を叩き壊そう、弘前に生きよう。八百屋魚屋のような金儲けのための絵を葬るんだ。 真の絵は俺たちの中にある島田敬之助もこう言って膝を叩たたいたまるで膝の上にその風俗があるかのようにそれからどんなようなことになったものか気がつくと吉原の小店の一間に寝ていた前にもたびたび来たことのあるうちでその狭い薄汚れた部屋にも見覚えがあった またやった。情けないやつだ。彼は眉をしかめ、唇をゆがめて、円をに絶えぬように頭をぐらぐらさせた。開墾というより、自分が汚らしく、いやらしく、やりきれないほど情けなかった。そばに寝ていた女がふと首を上げた。もぞもぞ身動きをして、そうしてこちらへ向き直った。 目が覚めたの。気持ちはどう苦しいの治った大したことはない連れはどうしたろうみんなあっちにいるわ水あげましょうかまた五郎は女の顔を見ることもできなかった今何時ごろかねまだ早いわよ今日も居続けだって言ってたじゃないの。 お酒どうここへ持ってきてあるのよちょっとおかんしましょうかいや酒はもういい彼は起きて手を洗いに行ったレンジ窓の障子がうっすらしらんでいるように見えた頭は濁り体はふらふらし何かの抜け殻のような感じである妻のお医師の姿が目に浮かんだ かんだかな叫び声が耳にまざまざと聞こえる。長屋ではそろそろ起き出しているうちがあるだろう。素朴なつつましい暮らしの音。その日その日の営みの単調であるためにかえって安らかなも音。お医師はどんな気持ちで、どんな顔でそれを聞いているだろうか。又五郎は低くうめき声を上げた。 それから激しく首を振り唇をゆがめて笑ったそれが何だ俺は問屋から荷を下ろしてきてそれを売って暮らすものとは違う建具屋でもなければ呉服屋でも八百屋でもないんだそういう利で食う人間とは違うんだ彼はこうつぶやき 目に見えない敵とでも対決するように額を上げ肩をそびやかした高く飛躍するためには常識から抜け出さなくてはならない世俗的な観念を打ち壊すんだ俺がどんな人間かということは絵が証明するだろう何独り言を言ってるの寒いのにいつまでこんなところで。 何してるのよ。女が後ろへ来て腕を引いた又五郎は向き直り女の肩を抱きながら言った「飲もう」行って三人を起こしてきてくれ暮れ方にそこを出てその夜は島田の家で泊まりあくる日は井上がどこからか金を都合してきてまた飲み回った上 吉原の同じ家へ上がった。しかしもう興奮もなし刺激もない四人の気持ちはもうバラバラで一緒にいることが逆にお互いの孤独感を強くした「ごまかしだ」なんという青臭い白々し,しいごまかしだ逃げ出そうそれぞれの部屋へ分かれるとすぐに マタゴロウはそのうちを飛び出した。まだ酔いを少し回った時刻と思われるのに、もう霜でも降りたように道はいてて、木枯らしめいた風がかなり強く吹いていた。籠にでも乗りたかったが、自分では一文も持っていない。身も心も憔悴し、疲れて、寒さに絶えず震えながら、 半ばかけるような足取りで歩いていったうちへ帰ったのは十時頃だったろう手足の先は寒さのために凍えおまけに酔いがさめたのと空腹とでみじめにガチガチ歯がなったどんなに足ざまにわめかれることかそう思いながら路地を入ってゆくとずっと雨戸を閉めて暗くなっている長屋の 一軒だけ、証を明るくして、賑やかに女たちの笑いはやす声の聞こえる家があった。俺の家らしいが、しかしまさか。彼は首をひねった。近寄って行くと、それはまさしく自分の家で、女たちの饒絶の中に、おいしの高笑いの声がはっきり聞こえた。 何,だろう何事があったのだろうすぐには入りかねる気持ちだったしかし半ば不安に駆られて格子を開け声をかけるとけたたましく女たちが笑い「そらお石さんかわいいご亭主のお帰りだよ」「ご亭主なんてとんでもない天下に名高い大先生じゃないかはいお帰り遊ばしませ」 ずっとどうぞそんなことを言いながら中から女の誰かが障子を開けた安んのほかにろうそくが3つまぶしいほど明るくして近所の女房たちらしいのが67人膳を並べて仕出し屋からでも取ったと見える食い荒らした皿小鉢やワなどを前に酒を飲みいい機嫌に酔って騒いでいるところだった そんな妙な顔をしないで、こっちへおいでなさいね。の、こっちの人、ここへおじゃや。おいしが、そう言って、畳をたたいた。それで、また女房たちは、きゃーと声を上げ、乱りがましく、隣にいる者へ抱きついたり、押し合ったりして、口口に生やし立てた。またごろは、あっけに取られ、戸惑いをし、 途方に暮れて何か言い訳のようなことを言いながらこっちから障子を閉めて外へ飛び出した路地へ入る時長屋の差配をしている五兵衛の家が起きているのを見たお勝という妻と二人暮らしで出牧剣士などを売っているがそれはほんの隠居の小遣い稼ぎであった 息子が神田で相当に大きな紙問屋をしておりそっちから月々のものを見つがれるらしく好きな将棋とホックなどひねりながらごくのんびりと暮らしていた少し口がうるさいのと相手構わずホックを進め将棋を挑むのには並行するが陰では困っているものの面倒をよく見てやり長屋のこととなると親身になって世話をした またたななどもずいぶん厄介になっ棚賃の滞るのは言うまでもないこまこました借りもだいぶあるしかし五郎は一度も嫌な顔をしたことがなかった人間何をするにも本当の苦労の味を知らなけりゃ良い仕事はできませんやまあ一つ踏ん張って良い絵を描くようになってください そんなふうに言って時には息子の店からでも持ってくるのかたやすくは手に入らないような高価な紙をくれたりした路地を表へ出ると二軒目の雨戸が一枚開けてあり山形に五の字の印を書いた腰高商事にまだ明るくともしが映っていた「おや珍しい今お帰りですか」 障子を開けると妻女のおかつが笑いながら挨拶をした店に続いた六畳で五兵が米屋の秀さんという若い者と将棋を指していた「火がありますからこちらへどうぞ」「お帰りになったらあんまりおにぎやかでびっくりして逃げていらっしゃったんじゃありませんか」「こっちへおいでなさい先生今 茶でも入れますか五兵衛は盤をにらんだままで言った先生には茶じゃあしょうがねえかばあさん早いとこを一本つけてあげてくんないや酒は十分です本当のところもう居続けの二日酔いってわけですかい、えー、そいつはいいが待ってよ待って待って待ってと。 この銀をこう引いてこう引いてからどうする又五郎は火鉢のそばへ行って座った将棋は終盤に入って紛れが出てもめているらしい五兵も火でも夢中で誇張して言えば目の色が変わっていたおかつは新しく茶を入れ菓子の鉢などを進めて笑いながら お石の思いがけない共演の話をした。普段男ばかり楽しんでいるのは不公平だ。たまには女も楽しくやろうってね。私も呼ばれて顔だけ出したんですよ。なにしろ、あなたおけやのおねさんに吉さんとこの源さんが温度取りですからね。三味線を引く歌う踊るで。 ひとしきりお宅の前は見物でいっぱいでしたよたまに女が楽しむのもいいさ女だけで飲んだり食ったり歌ったり踊ったりも結構だ時にはそうやって初代の苦労を忘れるがいいさ構いやしねえけれどもそれにしてもほどってえものがあら五兵衛が晩を寝めま回しながらいった 先生の絵が売れて思いがけない金が減ったとか言うこったがそれにはまあ先生も2日3日お帰りにならねえ嘆えことむしゃくしゃしてもいたこったろうがいくら何にしたってお留守にあの騒ぎってな乱暴だ私は古くせえ人間だからどんなわけがあるからってあんなな綺きれいですよ ろはどう挨拶のしようもなく茶碗で手を温めながら黙って神戸を垂れていたしかし五兵衛の絵が売れたという言葉にはドキッとした売るような絵は一枚もないはずである売るにも売らぬにもこのところずっとえらしいものを書いていないのである何をどうしたのだろう 彼は天井を見上げた。その途端にふっと思い出したのはあわやに頼まれて書きかけのまま何度へ入れておいた絵のことだったしかしまさかまさかあれをお医師は彼の気性を知っているどんなに困っても自分で気に入らない絵は決して売らない それを知っていてあの絵を持ち出すはずはない。だがその他に何があるか。写生の薄病などならあるが、そんなものを買う水教人もあるまい。それよりも、一体その絵を買ったというのは誰だろうか。このところ絵を求めに来るのはほとんどあわや貨幣一人に限られている。あわや。 又五郎はぎゅっと茶碗を握りしめた。一昨日うちを出るときおいしが言った。あわやの旦那が来たらなんと返事をするのか。そうだあわやがもう最速に来るはずだった。留守に来てもしもおいしがあの書きかけの絵を出して見せたとしたら、はあいけないそれだ。又頃は 危うく声を上げそうになり茶碗を置いて立ち上がったおかつもびっくりし五兵衛も駒を持ったまま振り返っただが又五郎はのぼせたようになって「ご邪魔をしました」「心配なことができましたからどうもごちそうさま」こんな孫ついたことを言いながら外へ出た路地へ入ると ようやく酒盛りも終わったと見えかしましく笑ったり明け,けに乱りがわしい言葉を投げ合ったりしながら女房たちが別れ別れに出て行くところだったその声が聞こえなくなりみんながそれぞれの家へ入るとすぐお医師が戸口から顔を出すのが見えた又五郎はそっちへ急ぎ足に行き びっくりして何か言うお石を突きのけるように部屋へ上がった。さすがに女は女らしく、あれほど牢跡に散らかっていたのが、ともかく一応片付けてある。又五郎はまっすぐに行って難度を開けた。そこには五段の棚があり、手をつけない紙や写生帳や下書きや書きかけの絵などが分類してしまってある。 その冗談の、いつもそこに置いてある絵が、心配していたその絵が、そこにはなかった。どうしたのさ。そんなとこ、今自分どうしようってのさ。もう寝るんだから、ひっかき回したり散らかしたりしちゃ嫌だよ。よしとくれってんだよ。寝るんじゃないかね。ここに置いた絵を、どうした えってああ、あれはあわやの旦那にお渡ししたよ。だってどうお返事すればいいかわからないし、旦那は旦那で、いくらなんでも今日は仕上がってるだろうっておっしゃるし。まだ書きかけだということは知っているはずじゃないか。そんなこと言ったってもうダメだよ。私はもうごまかされやしないよ。 「いやこれは気に入らないこれは書きかけだこんなものは人に見せられない滑ったの転んだのってこれまでうまいこと言っちゃあ私をごまかしといて破いちゃったとかひっちぎったとか言ってそれで本当はみんな陰でこそこそ売ってたんじゃないか隠れて売っちゃあ飲んでたんじゃないか」。 あわやからいくらもらったんだ。大きなお世話だよ。知らないよ。あわやの旦那はおっしゃったんだから。絵をご覧になるとすぐおっしゃったんだからね。なんだ、書きかけだなんて、もうすっかり仕上がってるじゃないか。もう、どこに一点も筆を入れるところはないじゃないかって。そう言って、うるせえ金いくらもらったんだ。 またごろは立ってすごいような顔をしてぐいっと激しくお医師の肩をつかんだお医師はそれを振り払い目をギラギラさせて叫んだ「そんなことお前さんの知ったこっちゃないよ男はね金のことなんかに口出しをするもんじゃないんだよ少しばかりの金に目の色を変えてみっともないってんだようるさい黙れ!」 おのほうでピシッと高い音がした「ぶったねお前さあたしをぶったね」おしはこう叫んでむしゃぶりついたまごろうはなお二つ三つ平手打ちをくれ足がらみをかけて引き倒すとおしの上へ馬乗りになりぐっと押さえつけて動かさなかった。 お石は足を踏ん張りかみつこうとしどうにもならぬと見てひいと泣きだしたおぶちよもっとおぶちよ好きなだけぶったらいいじゃないかあたしなんかどうせあたしなんか貴様は加納にいた俺と一緒になってからもう七年になる又五郎は歯を食いしばり 声を殺していった。絵師というものがどういうものかくらい、およそわかっていないはずはないだろう。ことに俺は人とは違った仕事をしようとしている。これまでの絵師のやらない、本当の絵らしい絵、新しい絵の道を開こうとしているんだ。そのため、お前には貧乏させる。 すまない悪いと思っているが俺だってのんきじゃないんだ俺だって苦しいんだお医師は醜くゆがんだ顔を右へ左へ振りそんな五託は聞きたくないと叫びなお身もだえをし泣きじゃくったどう工夫しても思ったような絵ができない 書書いても書いてててもも俗になってしまう寝ても起きてもそのことで頭はいっぱいだ夜中に目が覚めてどうにもならない気持ちで一人でうめいたりもがいたりしてるんだあんな出来そないの絵を売るくらいならお前にも貧乏はさせやしない俺だってこんなに苦労はしやしないんだもうわかったよ お念仏はたくさんだよ。痛いから離してくれよ金をどうしたいくら受け取ったんだそんなに欲しきゃ出してやるからそこをどいて私を起こしてくれよ離さないのかね <laughs> また五郎が手を離すと裾の乱れているのも構わずお医師は針箱のところへ行ってそれをどけた。 その下に古ぼけた手縫いの財布が隠してあったお医師はその中から紙に包んだのを取り出して当てつけのようにこっちへ投げてよこしたこれでみんなかこれだけ受け取ったのかサハイんとこや他のこまごました借りを払ったよ米屋だって酒屋だってたまにはいくらか入れなきゃ 私がどんなにずずしくったって、そんなことを聞いてやしない。一体、あわやからいくらもらったかと言ってるんだ。私がいただいたのは五両だよ。とりあえずこれだけとおっしゃったから。あとはどうなるか知らないけど、それだけ出してくださったからいただいて。どうするのさ。そのお金を持ってどうしようってのさ。 またごろは金を包んでタモトへ入れ、立ち上がって帯を締め直した。どうするものか、言って金を返すんだ。そしてあの絵を破いてくるんだ。その金を返すって、お前さん、本当に返すのかい。またごろは黙って土台へ降りた。お医師は。 顔色を変えて追ってきて、それから避けるような声で怒鳴った。いいよ、分かったよ、返しといて。あたしはもうたくさんだ。もう飽き飽きした。辛抱が切れたよ。あたしは暇をもらうからね。うちへ帰るからね。そう思っとくれよ。また五郎はそれを背に聞きながら、外へ出た。 風は少し落ちたが、寒さは厳しく、道の抜かったところはパリパリ凍っていた。町ごとの木戸で、親が急病だからと断り、半ば走るように急いで行ったが、石町の店へ着いたのは夜半を回っていた。あわやは、間口五軒の店の左側に、くぐりのついた一軒の門があり、 奥へはそこから出入りをするそれは知っていたけれども又五郎は店の王道をたたいた「お願い申します」「久方町の平野でございます」こう繰り返しながらたたき続けた店の者が起きて中から要件を聞いてそして奥へ取り次いだのであろうしばらくすると 店の横の敷石の路地に下駄の音がしすぐに中からくぐり戸が開いた貨幣が自分で開けに来たのであるそれから奥の二階の人間へ導かれると妻女が渦身火の上へ墨を継いだ火おけを持ってきなお「もうぬるいかもしれないが」などと言って茶を入れてくれたりした。 またごろは座るとすぐにたもとの金包みを出し自分が留守だったのでお医師が断りなしに使い五両のうちこれだけしか残っていないこと使った分は借りたことにして次に書くもので取ってもらいたいこと今はすまないがこの残っただけ受け取ってあの絵を返してもらいたいことなど興奮と寒いのと 腹とに震えながら言ったそのためにこんな夜更けにわざわざ久方町から来たんですか貨幣はあきれたらしい久野さんの気性は昔から知ってるがそれにまあ金のことなぞはどっちでもいいがあの絵がどうしていけないんです結構じゃありませんか 失礼なが、これまで拝見した中では図を抜いてるじゃありませんか。勝手な話だが、私はあれに村の極水という台まで考えてるくらいです。いけないんです。あれはダメなんです。どうしたって咲かなければならないものなんです。た五郎はただそう言い続けた。しばらくなだめたが、 何としても聞かない。貨幣はじれったくなった様子で立ってゆき絵を持ってきてではどこがどういけないのかと開き直った姿勢で言った「あ,あどこがどうもありません全体なんです」。彼は絵をじっと眺めながら独り言のようにこう言ってうめえた。 絵を眺める目は鋭く光り表情が泣くように引きつった「ダメです」「やっぱりダメです」こう言ったと思うと又五郎はその絵を取って貨幣が「あと止めるより早く引き裂いてちぎって丸めてしまった「冗談じゃないそれは私が買ったもんですぜ」 で金を渡した以上、私のものだ貨幣は色をなしていった。お前さんがどんな偉い絵しかは知らないが、一旦人の持ち物になった絵を、ただ気に入らないからで破くという法がありますか乱暴じゃないか誠に申し訳ありません。無法も乱暴も分かっています。 しかしこの絵は破かずには置けないのです。今こんなことを言うのはご彰子かもしれませんが、その代わりに必ずいいものを書いて、きっとこのお詫びをいたしますから。両手をついて神戸を垂れて謝罪をこうもの,のように又五郎は言った。貨幣の怒りは嘘ではなかった。けれども、 又五郎のその様子を見ると自分にも悪いところがあったと気づき今度は穏やかにうなずいたそりゃまあ私も留守へ行って平野さんの承諾なしにもらってきたのは悪かった待ちに待ってしびれを切らしていたところだもんだからまあつい何してしまったんだがどうだろう平野さん この図柄をもっと大きなものに書く気はありませんかもっと大きくと言いますと、六曲はどうですなるべくなら一層がいいが、半層でも書いてみる気はありませんかそれは考えていたんです。六曲一層へ、墨だけでやってみたいとは思うんですが、何しろ。 ご承知のような暮ららしですから「いや平野さんにもしその気があるなら貨幣はこう言って座り直した」「本当にやってみる気があるなら場所は私の小梅の量をお貸ししましょう」「材料なんかもお気に入りものを揃えましょう」「失礼ながら書き上がるまでの雑用も引き受けましょう」 一つ、思い切ってやってみていただこうじゃありませんか。ありがとうございます。お世話になり通しで、この上またそんなご厄介を。いや、実はちょっと、私の方にも訳があるんです。今は詳しいことは言えませんが、去る義理のある方から、平野さんに屏風をと、 前から頼まれていたんです。あなたがその気になってくれれば私は喜んでお役に立ちたいところですよ。よくわかります。本当にありがたいと思いますしぜひやりたいんですがその気持ちは十分にあるが一応帰ってゆっくり案を練ってみて大丈夫という自信がついてから返事がしたい。 それまで五六日待ってくれるように又五郎は大事をとってこう答えたそこで貨幣は妻女を起こし酒の支度をさせて隣に寝床がとってあるから一杯やって泊まってゆけと言ったあくる朝食事のあとで近頃を買ったとかで石灯の山水を見せられた それから関町の店を出たが頭の中は六曲一層のことでいっぱいになり妙なところで立ち止まったり道を間違えたりした村の曲水。うん悪くない気がつくとこんな独り言も言ったそれがあわやにピンときたとすれば そしてさほどそれが悪くなかったとすればこうして道で時間をとって久方町へ帰ったのはもう10時過ぎであった路地へ入ると長屋の人たちが妙な目でこっちを見る別に気にも留めず家へ入ってみると差配の五兵衛が上がりがまちに腰をかけて息巻くような顔でタバコをふかしていた あおかえんなさいだがおいしさんはいませんぜ五兵衛はいきなりこう言った「とても務まらねえから暇をもらう先生には話がついてるから」ってねおき抜けにやってきててめえの荷物をまとめて半時ばかり目に出て行きましたよおいしが出て行ったって た五郎は気の抜けたように棒立ちになった先生が医師長へ行ったわけもあらまし聞きました私はそれでさえ先生だと頭が下がっただがお医者さんにはわからねえ,えとにかくこんなとこへ上がったってしょうがねえ私のうちへいらっしゃい悪魔らいに一杯やって 「これからの相談をしようじゃございませんか」「その日は暮れ方まで五兵衛の家で酒を飲み明かりのつく自分に家へ帰ったが朝になると又五郎はすでにいなかった五兵衛は友達のところだろうと思っていたが3日ばかりして井上と松屋が来それから島田へ問い合わせたところ 吉原で別れてから3人とも会っていないことが分かった。五兵衛はまだ出奔したとは考えられず、又五郎が酔って阿波屋の話をしたこと、小梅の寮を借りて屏風を書くといったことを思い出し多分そっちへ行っているだろうと念のためすぐ医師長へ確かめに行った。しかし阿波屋へも行ってはいなかった。 あの朝帰ったっきり顔を見せないというそこでみんな初めて慌てだし手を回して探したのであるが10日とたち30日とたっても消息がなくとうとう失踪ということがはっきりした俺は死んだのだと思う絵が描けなくなっていたからなどうもそういう気がする そうかもしれない。実際もう半年以上もかけないようだったな可能のの麒麟ジと言われた上、ひところは新しい画道の先導者として随分聖人の注目を浴びていたからなそれにあの神経ではこれ以上は耐えられなかったかもしれない。井上や貞蔵や島田などは、 身につまされるというふうにそう言っていただが差配の護兵はそう思わないと言った「平野先生はきっと帰っていらっしゃる私はそう思いますよええきっと帰っていらっしゃる私はあの家へは手をつけませんあのままにして何年でも待っていますよ」しかし、か 月日はっずんずんっていった。一年と過ぎ二年と経ったこうして丸三年近く又五郎からは音も沙汰もなかった足掛けにすれば四年目の九月日本橋石町の阿わの店へ又五郎が現れた突然でもあったし まるでこじき坊主のような格好で、貨幣にもすぐには見分けがつかないくらいだった。古びた色の冷めたけさ衣にずだ袋をかけ、穴の開いた網代傘をかぶり、わらじばきで、そうしてほこりまみれという姿だった。湯を浴びて仮着の合わせになり、趣向の前を前に貨幣と差し向かいに座った彼は、 初めて久方ぶりの挨拶をし、無断で出奔した詫びを言った。そんなことは構いません。帰っておいでなさればそれでいいので。しかし、一体どこでどうしていなすったどこと決まってはおりません。いろいろな人足もしましたし、飯炊き、木こりもやりました。 寺へ入ったこともございます雲水になって小敷きもいたしました。京から奈良、加賀、信濃から甲斐という具合に渡り歩いたものです。日に焼けたばかりではない、全体にがっちりとたくましくなり、顔つきも明るく、押してもついても動かない重厚な力感にあふれていた。 酒好きを交わしながら一当たり放浪中の話が済むと貨幣はふと改まった目つきで「それでこれから一体どうなさるおつもりですか絵を描いてまいります」又五郎はさえた顔つきで答えた「まずあの六曲一層を書き上げたいと思いまして」 結構ですな。ぜひ書いていただきましょう。それからご覧の通りのありさまなので、いつかのお話の量と書き上げるまでのお世話を願いたいのですが、ようございますとも、すぐその支度をさせましょう。だが、そうすると何ですな、旅で、 何かいい収穫があったのでございますなまた五郎は目を伏せたそれから静かな調子で一語ずつ区切りながら言った私は御家人の三男に生まれ絵が好きで加納家へ門人に入り寝ても覚めても絵のことばかり考えて育ちました 絵を描くということは他のどんな仕事よりも尊く高い意義があるそう信じておりましたしかし今度世の中へ出て身一つで生きてみて人足をし百姓の手伝いをし旅籠の飯炊きなどをしてみましてそれが思い上がりであったこと間違った考えだったということに 気がついたのです貨幣は杯を置いたそして又五郎の言葉をいちいち噛み分けるように膝の上へ手を揃えてじっと聞き入った百姓も漁師も八百屋も酒屋もどんな職業も絵を描くことより下でもなく上でもない 人間が働いて生きていくことは、職業の遺憾を問わず、そのままで尊い。絵を描くということが特別に意義を持つものではない。私はこう思い当たったのです。分かりきったことのようですが、私は自分の体で当たってみて、石を担ぎ、土運びをしてみて分かったのです。 そして初めて本当に絵が描きたくなって帰ってきたのです貨幣はうなずいたそして聞いた言葉には何も触れず彼の杯に釈をして微笑むような目をあげながら言った「六曲一層早く拝見したいものです」。 郎は小梅の寮へ入った。仕上がるまでは誰にも知らさないように。こう言われたのであるが、貨幣はそうもできず、久方町と島田ほか三人に彼の帰ったことを知らせ、ただし絵の上がるまでは小梅へ行かないようにと念をした。小梅の寮には、き地におげんという老夫婦がいるだけで、 これれがまたごろうの世話をしてくれた。「そこは水戸家の下屋敷から五六町も東へ入ったところで左に源真寺という寺の森があり東側は針の林や畑や田屋堀や農家などの広い展望がある周りは武家の下屋敷とか風化の寮などがとびとびにあって 大抵木の多い庭を取り回しているからまるで山がえでも行ったように感性であった貨幣は10日に一度ぐらいの終わりで来た「ちょっと珍しい到来物がありましたから寝酒の魚にでも召し上がってください」そんなふうに言って絵のことは何も聞かずしばらく話しては帰っていった またゴは一足も外へ出ず、八畳二間をぶち抜いた部屋で、ほとんどこもりっきりに仕事をした。梅雨から初中、秋風が吹き始めても同じ調子で、体も僧帽も痩せが目立ってきた。訪ねてくる貨幣はだんだん不安になるらしく、浮吉やおげんに日常の様子を聞いては、首をかしげたり、 ため息をついたりしたいざとなるとそう思うようにはいかないんだろうがしかしあれでは体がたまらないひとつ気をつけて精のつくようなものを差し上げてくれそうしてあれをこれをと食べ物のしずをし店のものにもいろいろ運ばせるのであった十月に差し物しと 教授屋が入ったそれからなお15日余り日がたち下月初めに貨幣が来ると初めて屏風が仕上がったと言った又五郎は9月頃よりはさらに痩せ精魂を使い果たしたという様子だったが顔つきもさえ目も強い光を帯びてひと仕事仕上げたという充実した感動が 全身に脈を打つかのように見えた勝手なお願いですが松屋と井上島田の三人を呼んでいただきたい彼らが来てからあの三人が来てからあなたにも見ていただきたいのですそれまでご覧になるのをお待ちくださいよろしいとも早速その手配をしましょう 貨幣は飛ぶようにして帰っていった中一日置いてまず貨幣が来島田が来少し遅れて帝蔵井上の2人が来た久しぶりに顔がそろって茶をすすりながらしばらく話をした島田と井上康兵は妻を持ち松屋は蝦蔵し屋を始めたという 相変わらず人の良い笑い方で。何しろおふくろに死なれちゃいましてね。金づるが切れちゃったもんだから、商売をするんならと、親父が言うのを幸いにね。そんなことを言って頭をかいた。人をち着きしてから、又五郎は立ってみんなを奥へ案内した。八条二間の床を背に。 六極一層の屏風が立ててあった左半層の左の上端から右半層の右の下端まで一筋の川が甲をなし円を描き右極蛇行して流れている滝があり瀬があり淵があるそしてその川の両岸には十条たる山や丘や森や 野や高知や村落や町があり一番下流は広くなって半華な市街に入っているまたその至るところに農漁、工、商それぞれの食に勤しむ人たちその人たちにつながる生活の様が描かれている全画面が墨の濃淡だけで一点の色も使われていない しかも、墨に七彩ありというのはこのことかと思うほど、あらゆる色彩の変化が見事に表現されていた。私は人間が描きたかった。実際に生活している人間の生活している姿が描きたかった。この絵の眼目はそれです。又五郎は告白でもするように言った。 山水や花鳥を描いて、幽玄とか風雅とか古坦などと言ってはいられない。絵師も人間であり、生活するからには、もっと人間を描き、生活を描かなければ嘘だ。通俗などと言って世間を見下し、一段高いところにいるような気持ちでいるのは遊びだ。私は 百姓が稲いいを作るように絵を描く。大工が家を建て、左官が壁を塗るように絵を描く。この絵にはまだ考えたことの十分の一も出ていない。しかしこれからは少しずつそれが出せると思う。出せるように努めて仕事をします。どうかそういう気持ちでご覧になってください。 貨幣にも島田や井上たちにも彼の言う意味はよく分からなかったようだ言葉の意味がわからないより目の前にある絵から受ける感動の方がもっと大きく深かったのかもしれない貨幣が立っていって間もなくそこへ祝いの趣向が運ばれても3人はうめえたり探索したりして まるで縛り付けられたかのように屏風の前を動かなかった後で分かったことだがその屏風は松平阿波の神の異色であった阿波屋には領主にあたるので古くから出入りをしていたがある時献上したなでしこの二極屏風が甲のお気に召し他の絵も見たいということで 買い溜めててあっっったたの絵を持っていったすると阿波公は非常な終身ぶりで六曲一層を是非ということになったのだそうである。又五郎の屏風は阿波の神には余き以上だったらしい。貨幣を通じて三十人ぶちを賜ること。なお家を建ててやるようにという死意が伝えられた。 又は素直に受けた。家は新しく建てるより小梅の量がそのまま仕事に使えるので貨幣と相談の上そこをもらうことになった年が明けて2月又五郎は小梅の新居でささやかな祝宴を催した招かれてきたのは島田たち3人のほか久方町の五平夫妻と 長屋で親しくしくたものが五人そしてあわや家兵という顔ぶれであった昼前に集まって初めのうちは長屋の人たちは堅苦しそうにしていたが趣向の禅が並び盃が回り出すと次第に話がほぐれてきてくつろいだ和やかな気分が座に広がった中でも五兵は大層な機嫌で なあ、そうだろう。俺の睨んだマナコに狂いはねえ。オラちゃんと睨んでたんだ。平野先生がどういう人かってことをよ。そう申しちゃなんだけれども、オラ睨むところはちゃんと睨んでるんだ。こいつは自慢じゃねえぜ。嬉しいんだ。嬉しくってしょうがねえから言うんだぜ。こんなことを言っては。 ももとと酒には弱い方だがしまいには涙をこぼしたりしたそのうちに歌い出すものがあり松や抵蔵が踊ったりしていかにも祝宴らしいにぎやかな景色になったがそこへ思いがけない客が現れた取り次ぎのものが平野の円辺のものだと聞いてやはり祝いに来た客だと思ったのだろう その男女二人を座敷へ案内してきた。湧き立つような賑やかさで、はじめのうちは誰も気がつかなかったが、長屋から来た一人がふと見つけ、あれあれ、おいしさんじゃねえか。びっくりしてこう叫んだ。何を言うんだ。ご兵いは酒にむせ、慌てて膝の上を拭きながら振り返った。 すっとんきょうな声を出しやがって何がどうしたおいしさんとは一体そして五兵衛もあっと言ったみんなその声で歌をやめ話をやめたにぎやかな騒ぎが急に静まりみんながそっちへ目を向けた次の八条の賭口においしと見知らぬ老人が一人 肩をすくめるように座っているこれは珍しいおいしさんだねあわやがまずこう穏やかに言葉をかけた随分久方ぶりでどうしておいでなすった失礼ながら私がごあいさつ申します見知らぬ老人が手をついて 極めて丁重にこう言った。私は千住の在で百姓をしております。定七と申して、このお石のおじにあたるものでございます。親が参るところでございますが、お石のことをはじまして、どうしても上がることができない。すまないが代理で行ってくれと、無理に頼まれて。 私がお伺い申しました。平野先生にはこの度は大層なご出世で誠におめでたくお祝いを申し上げます。ちょっと待ってください。い,いえ、まあちょっと私にものを言わせてください。五兵が立ってきて二人の前へ行ってずかっと座った。私はね、 久方町の五兵衛ってものです。ええ、先生のいらっしゃった長屋の砂杯でね。ところでぶっつけに聞きますがね、ただいまのお祝いのご挨拶は承りました。遠いところをわざわざありがとうございましたが、おいでになったのはそれだけのご用ですか。ほかにもっと肝心な用向きがあるんじゃございませんか。 まことに、どうもそうおっしゃられますと、その、はなはだ、なんでございますが。いや、伺いましょう。別に、奉行所のお知らせじゃねえので、どんなことを言ったからって、とがめるの、縛るの、なんてことはねえ。ひとつ、はっきりおっしゃってみてください。いえ、あわやの旦那、いけません。え、皆さんも、 私に任せてくださいさあ定七さんとやら一つ「用向き」というのを聞こうじゃございませんか。定七という老人は手ぬぐいを出して額の汗を拭ききちんと座った膝をなでやがて思い切ったというふうに「実はお医師を平野へ戻してもらいたいのだ」と言い出した。 お医師はあの通りの気性で、親に相談もなく久方町を飛び出した。帰れと言っても聞かず、まもなくまた加納家へ助中に入った。縁談も二つ三つあったけれど、そんな話には耳も貸さずに、ずっと加納家で勤めていた。勝手に飛び出したものの、やっぱり未練はあったのだろう。又五郎の消息には、 絶えず注意をしていた。そうして、今度彼が松平阿波の神に見出されたこと。彼の書いた屏風が、加納派の絵師たちにまで名作と評判されていること。これらを聞いて、矢も盾もたまらず、親元へ飛んできて、どうか復縁させてもらいたい。自分の悪かったことは、どんなにでもして詫びをする。 これから心を入れ替えてよい妻になる。どんな辛抱でもするからと泣いて親たちを口説いたということであった。この年をしてこんなことをお願い申すのはまことに面目がございません。実のところお願いなどできるわけのものではないのでございますが私にしましても 「これは血を分けた命ではあり」「いや分かりましたお話はよく分かりましたそのお返事はね差し出がましいが私からお石さんに言わせてもらいます」「五兵衛はこう言ってお師の方へ向き直ったお石さんおじさんのおっしゃることは聞いたよ」。 お前さん先生のところへ戻りたいんだって。へえ、あの貧乏のさなかには、後ろ足で砂をかけるように出ていったお前さんが、今度は先生が出世をなすった、天下の絵師と言われるようになんなすったから、元へ戻りたい。へえ、いい都合だね。あっぱれ見上げたもんだ。 けれどもね、お前さんにはいい都合かもしれねえがまた先生が何とおっしゃるか知らねえがこいつはあたしがお断りするよ差し出がましいがあたしがきっぱりお断り申すよ五平さん待ってくれ又五郎が突然そう言ったその気持ちはよくわかるが ちょっとそいつは待ってくれいや平野は口を出すことはない島田圭之助が叫ぶように遮った井上康兵衛も抵蔵もそれに続いて叫んだ「そうだ平野は黙っているがいいこれは五兵さんと俺たちで切りをつけるいいからそこで黙って見ていてくれいやそうではない」 又五郎はなお首を振っていったみんなの気持ちは分かっているがこりゃ俺とお医師の問題だまあいい話ははっきりしているんだ何も問題なんかありゃしないきっぱりけじめをつけさえすればいいんだ何を言うんだ何がけじめだた五郎はいきなり島田の襟をつかみ 今にも殴りかねない姿勢で声いっぱいに叫んだ。お医師は俺の女房だ。みんなにどれほどの文句があるか知らないが、亭主の俺を差し置いてあんまり勝手なことを言うなこれまでついぞ怒ったことのない又五郎のすさまじいような剣幕と土星にみんなびっくりして息をのんだ。 おはあんな性分だ良妻でもなし、列女切符でもない、みんなには気に入らなかったろう、嫌な女だと思ったかもしれない。だが、俺のためにはずいぶん苦労してくれたんだ。一口に貧乏と言うけれども、俺たち夫婦がどんな貧乏暮らしをしたか。 本当のことを知っている者はここにはいやしない。左配の五兵衛さん、あわやさんにも随分お世話になり、迷惑をかけた。しかし、お二人だってそこまではご存知がないはずだ。つかんでいた島田の襟を離し、座り直して訴えるような調子で又五郎は続けた。井上も、 島田も松也も知ってはいない。あんなに長い間、三日にあげず来ている三人が、本当のところは何も知ってはいないんだ。俺に絵が描けなくなってから、お石はガミガミ言い出した。酒も飯も出さなくなった。それは出せなくなったからなんだ。出せるうちは。 自分が一食や二食抜いても出していた。俺は絵を描かず、七も置き尽くし、八方狩りも行き詰まって、今夜の飯をどうするかというとき、酒ですか、へいと言えるものかどうか、一合の米も買えず、幾日も幾日も、芋やナッパの汁で食いつないだことが。 十度や二十度じゃ効かなかった天下の冥府とか列女などならそんな時でも機嫌のいい顔をしてできない工夫をしたかもしれないだがお医師はごく当たり前な女だ性質はあの通りだし学問があるわけでもないしかし俺のためには できない辛抱をしてくれた。口には言えないような貧乏暮らしをよく我慢してくれた。その辛抱も我慢もし尽くして、どうにもたまらなくなったから出て行ったんだ。みんなにそれがわかるか。女房の悪いのは亭主が悪いからだ。責めるなら俺を責めてくれ。お医師は、 また吾郎の女房だわっと泣き崩れる声が起こったお医師である彼女はたもとで顔を覆い身もだえをして畳の上へうつ伏せになって泣いたそうして泣きながら途切れ途切れに言った「いいえ私はあなたの妻じゃございません」。 皆さんが今おっしゃったとおりです。貧乏に愛想を尽かして飛び出し、今度出世をなすったと聞いて、欲が出て、うまく戻れたら戻ろうと思って、恥も外部もなくやってきたんです。私は恥知らずなずうずうしい女です。俺の女房だと言ってくだす 今のお言葉で目が覚めました。どうぞ皆さんも堪忍してくださいましもう決して戻していただこうなどとは思いませんこれでおいとまをいたします悲鳴のように言って立とうとしたしかし又五郎はそれより早くそばへ来てお医師の両手をつかんでいた俺は お前を離縁した覚えはないそうだろうおいしいいえい,いえ私はとても何にも言うな俺はこれからも貧乏はしなきゃならないだろう俺のために貧乏してもらえるのは俺にとってはお前一人だよく帰ってきてくれた お石,お石はまた激しく泣き出し泣きながらまた五郎の手にすがりついたするとそこにもここにも目を拭いたり鼻をかんだりする音が聞こえた彼はお石を抱えて立たせ無理に明るく笑いながら言った「<laughs> さああっちへ行こう皆さんには失礼だが」 今日は特別だ。あっちへ行って俺と並んで座ろうそして久しぶりに景気よくガミガミパリパリやってもらおう」。